東海地区で同じく YouTube をされてる、あ、そうです、そうです、サルさん、サルさん、サルさんがあのこんなものをいただきました、ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございます。サルです。今回はですね、このセリアのミニ鉄板の DIY になります。きっかけは半年ほど前に、ハンバーグを瓦で焼いた際に、やっぱりこの鉄板にくっついたハンドルが欲しいなぁと思ったことになります。その時から、企画を温めておりました。ペンチとかでね、つまんだり、まあ、うまく針金等で作られる方もいらっしゃるんですけど、まあ、あくまでちょっとこう一体化した、安定したものが作りたいと思って今回挑戦してみました。今回は一文字にもともと開いてる穴の中で、一番端の穴ではなくて2番目の穴に少し太めのリベットを使う方法で試してみました。というのも、ミニ鉄板とはいえそれなりの重さがあるものですから、一番端の穴を使うと結合するリベットの一点にすごい負担かかるんじゃないかなと思ったからです。私の DIY はもともと木工が主体だったんですけど、この西野弘明さんの本を読んでから金属 DIY に興味を持つようになって、まあ溶接機を買ったり、ナイフとかですね、そのようなものにもこう加工するようになりました。よかったら読んでみてください。やっぱ分厚いので、スッと穴が開かないんですけど、まあ、金属用のですねドリルの刃を使えばこんな風に、一般家庭用のドリルであっても時間をかければこのように普通に穴を開けることができると思います。はい、カチッとはまりましたね。軸径が4ミリだったので、4ミリの穴ぴったり開けてですね、あまり隙間が広いと油が染み出てきても困りますので、リベットにかかる負担の軽減や後々でハンドルが緩んだりしないようにと思って、この位置に穴を開けることにしたんですが、よくよく考えますと、肝心の食べ物を炒める鉄板の中央に穴が開いてると、まあ調理がしにくいなと思って、で残念ですがこの鉄板を諦めてもう一枚作り直すことにしました。はい、ちょっともうハンドルの強度ばっかりにですね、気を取られてしまって、まあ、確かにあの位置だとですね、ハンドルがしっかりとこう鉄板に固定されて、重い鉄板振ってもですね、ハンドルのこの結合部分に負担かかることないと思ったんですけど、やっぱりその調理ということを主体に考えるとですね、この端っこの方に穴がないと、ダメだなということで、新しい鉄板に穴を開け直します。はい、ポンチでこんな風にセンターを出してから、ここに、直径4ミリのですね穴を開けていきます。はい、まあ分厚い鉄板なんでね、薄めのものを開けるよりは多少時間かかるんですけど、まあゆっくりと力を入れすぎないようにしながらですね削っていきます。焦ってしまったりもどかしくなって、力ずくで穴を開けようとすると刃が折れたり、ドリルのモーターに負担かかって危ないので、この辺りはじっくりと落ち着いて取り組んでいきます。で、綺麗な穴が開きました。まあバリーもね多少はあるんですけど、リベットでかしめるのでそんなに気にする必要はないかと思います。で、この位置ですね、はい、まあ、一番端っこの穴でもですね、割と太めのリベットでしたので、まあ、強度的には結果問題なかったですね。で、リベットを潰すのにアンビルっていうね、金床があればいいんですけど、ちょっと私持ってないので、ない時は自宅にあるものをということで、こんな風に原能の、まあ、割と大きめのものを床にしまして、その上でリベットの頭を潰していきます。こういう作業を始めるとですね、木材加工の時と違って、まあ、金属のね、鳴り響く音であったり、バーナーで金属を温めて柔らかくして、で力ずくでこう曲げたりとか、テコの原理を使ったりとか、なんかプチ鉄工所のようでですね、結構面白いんですね。
はい、もう割とねきちっと潰れましたので、まあ、このくらい潰すとですねもう、ハンドルもしっかりとこうと固定されてる感じで、こんな感じですね、グラグラしたりその力をかけない限りはですねハンドルがこう自由に回転したりすることもないので、まあとても安定した感じにはなります。で、この飛び出した部分ねどうしようか悩んだんですけどね、まあ、これはこれで面白いなと思ってあのまま使おうという気もしたんですけど、まあ、やはりその持ち運びの際のあそこが飛び出してるのは邪魔だなということでちょっとカットすることにしました。3センチほど切ったんですかね。まあ現場合わせで切ってます。で、これあのブロンズっていう名前で売ってますけど、まあ、実際にはスチール、鉄の、素材で、ブロンズのメッキ銅メッキをしてるだけになりますね。だから中はスチールですね。でないとちょっと強度的に弱いんじゃないかなと思いますので、本来は建築用の金物で2枚の木を1つにがっちりくっつけて外れないようにするために使う金物ですので、それで強度を確保するために内側はスチールでできています。こういうシールはね最初に剥いどいてもいいんですけど、私の場合は作ってから剥ぐんですが、こういう時にこの薄っぺらく加工したマイナスドライバーのようなものが、とても役立ちます。これ刃物のようにね薄くマイナスドライバーを削ってます。カメラが止まってて映ってなかったんですけど、ペイント薄め液を使ってシールののりはきれいに取っておきました。あと完全にバリを取ればもう手で触っても全然安心な感じですね。はい、内側はスチールのね銀色に光ってますね。はい、このようにするとハンドルを片付けた時には鉄板を表から見るとハンドルは一切見えなくなります。要は収納するときに、コンパクトに片付けることができるようになりました。このリベットのねかしめ具合っていうのがやっぱ一つの肝で、叩きすぎるとね頭が潰れてしまって強度がなくなりますし、緩いと鉄板がグラグラしたり水分や油が染み漏れたり、まあ、このあたりはねやりながらこう調整していく感じになりますね。まあ、アルミなので柔らかいので簡単に、まあ、女性子供なんかでもね叩けば潰れる程度の力なのでやりすぎないようにいつも気をつけています。まあ若干このあたりはねこだわりすぎな部分なんですけど食べ物を乗せて焼く部分なので炒め物をした食材にアルミの破片が混ざったりしないようにやっときます。はい、ということでね本当にこうすごくね、美味しい料理をたくさん作ってくれた鉄板に穴を開けてしまってちょっと申し訳ないなという気持ちなんですけど、まあ、そういう失敗があるからねより良いものができるということでね、前向きに捉えてます。これエコー障子の、まあ、未だにこれが100円で売ってるというのはねちょっと信じられないんですけどね、こういうジッパーがついてる袋に入ってるので、まあ、汚れたね鉄板を持ち帰るときなんかは、まあ、この袋をずっと使ってもいいのかなと思ったりしてます。ちょっとビニールなのでね熱いもの入れたら溶けちゃうので、なんか布なんかで折ってからの方がいいかもですね。で調理した後は熱い鉄板は、まあ、例えばこんな風に 2x4 のもう普通にホームセンターで売ってる木ですね、 89mm ありますけど、まあ、こういうものを上に乗せるとね、テーブルも傷まずにちょっとこう木がね焼き跡がついたりしたらそれはそれでかっこいいかなと思ったりはします。でこっからねちょっと新しい鉄板なので一応シーズニングっていうんですかね、まあ、私の場合その油をこうなじませるための処理というよりはなんか鉄臭さを取るための処理をしたいというだけで、まあ、焼き入れとですね鉄の匂いを取るためのこういうちょっと一手間をかけてます。はい、まあ、オリーブオイルをかけて、まあ、2、3回ですかね、油を完全に、飛ばしたような状態にして、その上で、なんか有機物、まあ、くず野菜なんかをね、
焼く方が多いんだと思うんですけど、まあ匂いを取りたいというので、特に匂いがね、取りやすいものを焼こうかなということで、ちょうど庭にですね、ウッドローズマリーとかオリーブとかなんかハーブ系というかですね、ちょっと食べ物系というかですね、そういうものなんかもいろいろあったので、ちょっとちょこちょこと摘んできて、それを炒めてみようかなというふうに思いました。はい、まあニラとかね、玉ねぎとかでもいいんですけどね、まあどうせならこういい匂いが漂った方が気持ちいいので、なんかねこういう DIY 加工をするときには、なんかそんなものをね炒めたりします。よく庭の焚き火なんかでもですね、まあちょっとした香りを楽しむ上で、ローズマリーなんかの葉っぱをね、手でつまんではこう炭に入れたりするんですけど、まあ煙が出ない範囲でですね、1枚2枚入れるんですけど、ふわっとこういい匂いが漂ってですね、おすすめです。こう香りを楽しむようなことができますね。はい、こんな風にねちょっとこう押さえつけながら、これ火をつけてちょっと弱火でね炒めるような感じにしてます。まあ、同じね植物のこの有機物なので、まあまあくず野菜を炒めるのと同じような、感じになるんじゃないかなと自分では思っております。部屋中にですねローズマリーのいい香りがもう充満してる感じですね。最初はねなんかもう鉄のね油の酸化した嫌な匂いがするんですけどね、そういうのがなくなってくるとね、あ、もういいかなと思います。Sometimes you gotta let go, 'cause I gotta let you go.